楽うまクッキング。今日は庭園を眺めながら優雅な時を過ごせる広島市西区三滝、三滝荘から日本屈指の料理店を任されるなど輝かしい実績を持つ総料理長鈴木和夫さんの登場です。では鈴木さん、よろしくお願いします。お願いします。まあね、鈴木さんの手元を先ほど見ましたらツルッツルで美しい、はい、さすが料理人という感じですが、はい、ケアはされてるんですか？もう自然に自然に、はい、多分いい食べ物からの、はい、中から出る美しさなんですよね、はい、すみません、照れさせて、はい、今日はですね、そんな鈴木さんにお便りをいただいてるんです。福山のたかちゃんから、はい、鈴木さん、3月末に三滝荘へランチに伺いました。大変おいしい料理ありがとうございました。また行かせていただきますということで、まあ、四季を感じる三滝荘で3月末のランチ、そうですね、春ですね、はい、春の料理ですね。でこれからはちょっと涼しくなるような夏に向けてのお料理も増えてきますよね、はい、そうですね、はい、今日はそんなメニューをご紹介していきたいと思います。今週はあれこれ麺料理、こちらを作ります、はい、冷製トマトそばということで、見た目から涼しげですね。はい、はい、そうですね、もう本当にこれから暑くなるので、はい、さっぱりと涼しさを涼しげに、はい、そうですね。でちょっとおしゃれなジュレの作り方も今日は教えてもらいたいと思います、はい、クッキングスタートです。はい、まずそうですね、そばだしのジュレを作ります、はい、でこちらだしの中にですね、みりんです、はい、あらかじめかつおだし 450ml に、はい、みりん、醤油は 90ml です、はい、ここにですね、濃い口醤油です。はい、はい、でまあ、ちょっとみりんをアルコール入っているので、はい、ちょっと一旦これで沸騰させます、はい、しっかりと沸騰させてあげる、はい、はい、いい香り、おだしの香りです、はい。じゃあこれが沸騰したらですね、はい、ここからですね、360cc 取ります。はい、沸騰したお出汁の、はい、ボールで大体このくらい、そうですね、はい、で取り出して、はい、こちらにですね、ふやかしておいたゼラチンですね、こちらを入れます。はい、 あっという間に溶けていきますね、はい、でこうちょっと少し混ぜてですね、はい、これ今日ですね、そば出汁をちょっとジュレ状にするんですけども、はい、ま、ジュレにすることでですね、麺にジュレが絡んでですね、本当にそのまんべんなく味が行き渡って、はい、薄くならなく美味しく召し上がれます。確かにおそばってこうおつゆにつけてもこう口に運ぶときにはもう垂れていきますよね。そうですね、本当に麺一本一本に絡むので、ジュレだと絡みやすい、はい、はい、でこちらを冷まします。はい、そして冷ましたものがこちら、綺麗なジュレ状に出来上がってます。はい、はい、でまあ、残った出汁も使うので、また別で使うので置いておきます。はい、でこちらジュレンだと冷ましたものです。でこちらちょっと攪拌します。あ、これせっかく固めたものを、そうですね、混ぜた方がいいんですか？はい、あ、こうやって細かくした方が、そうですね、これでしっかり麺に絡むので、はい、ちょっととろみがあって、これ最近ジュレって、はい、ポン酢のジュレとかって結構増えてますよね。そうですね、はい、最近市販されてますね、今は。そうですよね、はい、ジュレの良さみたいなものはやっぱり具材に絡みやすいところとか他にあるんですか？そうですね、本当やっぱり旨味が増しますね、なんかジュレ、旨味が増すのとやっぱしっかり絡むので、ちょっと薄くならないというか、しっかりした味が保てますね。しっかりとこう味がギュッと固まって、はい、濃厚な味が味わえると。そうですね、はい、はい、じゃあ次ですね、はい、あと次山菜ですね、こちら、はい、山菜の水煮なんですけども、これスーパーでも、そうですね、いろんな山菜で売ってますよね。でこちらをですね、一回ボイルします。はい、あ、これ一回ボイルすることで味を薄くなったりとか水っぽくなったりしないんですか？あ、そうです、これ一回アク抜き、はい、まあ、えぐみとかもあるので一回ちょっとこうボイルしてアク抜きします。で一回これをですね、はい、もう、はい、あ、もうちょっとお湯に通す程度で、はい、でざるに、はい、確かに山菜って独特のえぐみがありますからね、はい、はい、はい、これで水切っておきます、はい、そしてフライパンですね、はい、はい、で次フライパンですね、こちらにはベーコン、はい、こちら、ニンニクと油をひいたものにですね、ベーコン、弱火で約10分ぐらいカリカリに炒めます。はい、いい感じに油も出てますね、はい、はい、
でここにですね、先ほどの山菜ですね、お入れます。山菜とベーコンですか。はい、このベーコンがやっぱり少量ではありますけど、お肉感というか、そうですね、旨味を出してくれるんですね。はい、これがまた隠し味みたいになりますね。はい、確かに、はい、いい香り。山菜って結構こう淡白なイメージがありますけど、はい、香りは結構こう食欲をそそるような。そうですね。でここでさっと炒めて、ここにトマト入れます。はい、でトマトもざっくりと切ったものですね。はい、はい、皮のついたまま。はい、もうこれもさっと、もう、はい、でここにですね、先ほどの残しておいたそばだしですね。はい、あ、お鍋に少し残しておきました。はい、入れます。でしっかりだしと絡めます。このだしを具材と絡めるんですか。はい、あと柚子胡椒ですね、少し入れて溶かします。はい、で、まあ、あまり火入れすぎるとトマトがベタッとなっちゃうので、もうさっと一煮立ちすれば大丈夫です。はい、これお蕎麦ってだしと具材って別々のイメージがありますが、ここでしっかりだしの味を具材にも染み込ませてあげるんですね。はい、でこちら一回ザルにあげて水気切ります。はい、はい、こちらですね、蕎麦だしを使ってですね、この具材に味をつけることで、やっぱこう蕎麦と和えた時に水っぽさがなくなって、薄くならず美味しく召し上がれますね。確かに、はい、トマトが入ったお蕎麦とかパスタって結構水っぽくなったり、トマトが生のまま別物になったりしますよね。そうですね。もしで冷ましたものがこちらですね。はい、はい、確かにいい具合にお出汁が馴染んでます。はい、そしてトマトから出た水分ですかね。そうですね、はい、はい、しっかりと冷ましておいてください。はい、じゃああとそばですね。はい、でこちらが、まあ、今日1人前なんですけども、はい、まあ、好みの硬さに、湯がいていただいて、はい、じゃここに具を入れます。はあ、もうこの段階で和える。はい、はい、でここにジュレも入れます。後から盛り付けの時に最後にかけるんじゃないんですか。あ、そうですね、こうやってもう混ぜた方が、まあ、盛り付けた時の見栄えも綺麗ですし、またしっかりともうここで馴染んでしまうので。あ、絡みますね。はい、確かに。でこれを盛り付けます。ちょっとこうトマトもくたっとなってソースのようなね。はい、いい香り。結構柚子胡椒の香りがしますね。そうですね、本当に柚子胡椒もまたいいアクセントになってね。はい、なるほど。で最後にですね、大葉ですね。大葉の千切りにしたものなんですけども、まあ、ちょっとこう散らしてやるようにして、彩りも綺麗。はい、でこちらで完成です。はい、さあ、おしゃれな一品が出来上がりました。冷製トマトそば、20分で完成です。では材料のおさらいです。見た目に美味しい冷製そばを作りました。そばだしをゼラチンで固めて麺に絡めます。そうすることで全体に味が絡んで美味しくいただけます。そして山菜は水煮を使っています。一度アク抜きをしてから炒めてください。味付けもそばだしを使うことで味が薄まることはありません。ベーコンを加えることでコクもプラス。これからの暑い日に涼しげなジュレが絡んだそばをぜひ作ってみてください。はい、ジュレって本当見た目も涼しいですね。ですよね。どうぞお召し上がりください。味の想像がつかない。どんな感じでしょう。ちょっと新感覚ですよ。絡んでますね。そう、やっぱりジュレにしたからこそ麺に絡む。そうですね、しっかり絡んでます。あ、いいですね。あ、美味しい。あ、このジュレ美味しいですね。ありがとうございます。何にでもかけたくなりますよ、これ。そうなんですよね。で今回トマトとこの山菜使いましたが、具材を変えても楽しめますか。はい、そうですね、本当オクラとか何でも合いますね。はい、確かにオクラいいですね。このだって
麺の出汁というかつゆを、はい、本当にゼラチンを入れて固めるだけで、そうですね、いつもと違うお蕎麦が出来上がるわけですもんね、はいはい、ぜひこれからの季節試してみてください、うん、鈴木さんどうもありがとうございました。さあ明日はフレンチの山本さんにプロバンズ風スープパスタを教えていただきます。お楽しみに。